うまっ。それではラテアートの魔女都市お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、白石さんです。白石です、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあここまでエスプレッソを教えていただいたんで、はい、次、はい、牛乳を使った、スチーミングと、そうですね、ラテ作りというか、はい、一段階上の、はい、ステップにちょっと入っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ミルクの、まあ、スチームとかでされたことは、ご自宅でミルク泡立てるになんか使 こう泡立て器みたいなのを使って あります。あのハリオのクリーマーヒートを使ってウィーンとウィーンと回すやつ、回すやつですね、レンジで温めてから回すやつ。そうですね、こう温めて回してっていうのを別々でやってたと思うんですけど、あ、そうです、はい、今回の場合は温めながら回していく、はい、っていう作業になるので、まあ、もちろん時間が短くなるっていうのと、うんうん、あとポイントがやっぱりいくつか増えてくるので、ちょっとそこを抑えながら説明させていただこうかと思いますので、お願いします。はい、よろしくお願いします。ではじゃあ早速スチームをしていきたいと思うんですけど、まあ、まず一番用意し、はい、一番最初用意していただくのは、まあ、ミルク用のピッチャーですね。はい、まあ、一番気をつけてほしいのはこのカップとのバランス、うんうんうん、まあ、カップに合ったサイズのミルクピッチャー。ああ、なるほど。そしたらまずここにですね、牛乳を半分ぐらいを目安にして、よく冷えた牛乳を入れていきます。はい、これはよく冷やすことには何か理由はあるんですか？スチームにかかる時間っていうのが、最初の温度が変わることによって変わってしまうんですね。そうすると毎回同じ作業だったりとか、再現性っていう部分でできなくなったりしますね。なるほど、元を揃えるってことですね。元のスタートを揃える、低い温度でしっかりこう空気を入れてあげた方が、はい、ミルクの質感っていうのがよりシルキー、滑らかになるんです。そうなんです。冷蔵庫で冷やしていただいたミルクで問題ないので。わかりました。はい、スチームの最初って必ずこう開けると少し水が出てしまうんですね、ここから、はい、でこの水がそのままミルクに移ってしまうので、ミルクが水っぽくなってしまう。あ、なるほど。でするので必ずスチームの前にはダスターをしっかり添えて。あー、見たことある。ありますよね、スタバとかでも。そうそう、よく聞く音だと思うんですよ。しっかり最初はこのノズルの先端をミルクの中にしっかり入れてください。はい、でまず回転をさせる。でその後蒸気を使って空気を入れます。こうチリチリチリって音多分聞いたことあるかもしれないんですけど、はい、この空気をしっかり入れた後に最後攪拌をするんです。でこのまあ大きく言うと3つの工程を、まあ、大体20秒弱ぐらいで。これも時間とるでしょうか？時間とる、まあ、あっという間なので。まず回転をさせて、はい、この音です。あー、見たことある。空気をしっかり入れて、で最後攪拌ですね。で大体人の手で1秒ぐらい持てないなと思ったら止めていただく。で最後も必ず空ぶかしですね。あ、わかりました。これでスチーミングが完成ですね。はい、はい、大体、まあ、スチーミングの温度としては60度から65度。それ以上になっちゃうと牛乳は変質しちゃうから。変質します。そう、成分的にも変わってちょっと匂いも何て言いますか、乳臭く、うんうん、チーズっぽくなってしまうので、大体それぐらいの温度帯っていうのが一番甘さを感じる温度帯って言われてるので、ギリギリを攻めるわけ。ギリギリを攻めます。膜が張るか張らない程度。そうです、そうです、そうです。もう本当にキワキワのラインですね。おお、あ、ツヤ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 です。どうでしょうか？ただの牛乳ですか？ただの牛乳です。あの、本当にただの牛乳です。おいしい、おいしい。結構ふわで甘くない？甘い甘い甘い、甘い。え、おいしい。おいしいです。こう温度を気をつけるだけでもやっぱミルクってこう感じる味わい方、あの味わいがやっぱ変わってくるので、本当においしい。なんかお砂糖とか入ってるんじゃないかってぐらい、ね、スチームでこんなに変わるんですか？変わります。うまっ。ちょっと飲み切っていいですか？もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。僕も知らないです。寝る前とかね、うん、いいですね。お砂糖とかあんまり入れたくない時にね。いや、これはちょっと撮影するかなって置いときたくない。飲み切りたい。ただココアだけココアめちゃくちゃうまい。うーん、抹茶がめちゃくちゃうまい。でも間違いない。何でも美味しい。ちょっと衝撃。そしたらじゃあ今度は僕もぜひやらせていただいていいですか？やりましょう。回転させて空気を入れて、そうですね、攪拌する。攪拌する、了解です。はいはい、はい、それではまず牛乳を、牛乳を、はい、ミルクのピッチャーですね、はい、半分ぐらい、半分ぐらい、こんなもんです。こんなもん大丈夫です。はい、右利きですね。右利きです。そしたらですね、左手で持った方がいいです。左手で持った方がいい。左手で持った方がいい。はい、利き手でこうこの辺のダイヤルの操作で、ああ、なるほど、するので、そしたらまず空ぶかしからですね。はい、あちょちょちょ、あちょちょちょ、熱いです、熱いです。あちょちょちょ、
基本最初は、カウンターであったり、はい、このドレンパンって言われるそ こ, が、はい、そこが平行になるようにしたらしっかり奥まで入れ込んだら、はいはい、遊びをなくしてもらってから、はい、1周ぐらい回してもらって1周はい、そしたら右手を添えてもらいながら、はい、ちょっとずつ下げていきます。聞き慣れた音ですね。なるほど。大体2秒から3秒ぐらい、はい、で上げて、はい、ここでしっかりかけ算して、あっち持てないなと思ったら、このぐらいで止めます。そうです。なるほど。で外して、空ぶかしです、ね。はい。はい。はい。完璧です。はい。ありがとうございます。これはどうでしょうか。初めてにしたらめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。大体温度帯もさっきより熱いぐらい。これで大体65度ぐらい。なるほど。そうですね。熱いですね。ちょっとこれ以上いくと膜が張ってって感じですね。さっき私が作ったものとちょっと温度帯が高いと思うので、はい、その差とかもちょっと感じてもらえながら、状態が違う気がする。ちょっと目で見ても分かりますよ、ね、そうですね。なんか微妙にこう艶やかさが足りない気がする。マットな感じです。マットな感じですね。マットな感じ、なんかぷよぷよしてない感じ。なんかん全然違う。違います。なんか同じミルクです。シャバい。あの牛乳の方がシャバくて、上がちょっとなんか変に濃いというか。わかります、わかります。あったまった牛乳って感じ。下の方は本当にそうですね。こうふわふわさがちょっと多分少ないのかなっていう、うん、合わさってないというか、合わさってないというか、こう完全に分かれてしまって。本当だ。あ、全然違う。甘さが減った感じがします。そうです。なるほど。はい。奥が深いです。奥が深いです。一番のポイントは回転させるっていう、あと攪拌、空気を入れ終わった後の攪拌もしっかりさせてあげる。わかりました。それそれ。パッと見さっきよりちょっとツヤツヤシルキーな感じは見受けられる。そうですね。ですが味わいはどうでしょうか。やっぱりシャバいです。シャバいですね。むずいな。難しいですよね。どうでしょうか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 。今助けてもらったからかわかんないですけど、はい、ちょっとクリーミーになったような気がするんですけど、はい、でも今度はなんか味が水っぽくなった気がします。水っぽくなった。そしたらもしかしたらスチームの時間が長くなった可能性。んなんかね、味が薄くなった気がします。味が薄くなった。これもしかしたら感じ、その温度帯少しちょっとぬるい。ああ、確かにちょっと熱ってならなかった。温度とか時間とかもう本当にちょっとで全然こんな味変わるんですね。いや、今までエスプレッソって全然しっかりと触れてこなかったんですけど、はいはい、あのやってる人からスチーミングの加減で味が全然変わっちゃったとか、はい、言うたらまずくなっちゃったとか、はい、あのめちゃめちゃ美味しく入ったとか、ここのはああだこうだとかって結構聞くんですけど、本当にこんな違うんですね。やると分かります。やると分かります。なるほど。どんな優れた味覚持ってんだと思ったんですけど、分かりますか。分かります。確かにこれはここまで結構極端にやっぱり分かれるので、あ、入れる空気の量であったが、うんうんうん、スチームを止める温度によって、はい、ミルクの味わいっていうのがもうめちゃくちゃ差になってきます。面白い。面白い。奥が深いです。奥が深いですね。意外とそう、バリスタの方たちってこう簡単そうにやるんですけど、でも実は考えながら選んでいるっていう。なるほど。でこれは数こなすしかないですね。そうなんです。でもやっぱり美味しいです。それでもそうですよね。多分言ってしまえば、あのさっき飲ませていただいたのがエスプレッソもあのラテも、はい、プロの方がやってくれたの、はい、要は上限マックスですね。超美味しいのを要は味わってしまったから、はいはい、こう見えるけど、はい、普通に味わう分には美味しいですし、美味しいと思います。じゃあ魔術師に魔術見せてもらっていいですか、はい、やりましょうか。お願いしていいですか。はい、もちろんです。レアトって、はい、あの種類ってどんな感じのがあるんですか。できるものとしては一応すごっ。ペガサスか。ペガサス。これがプロか。あー、なるほど。はい。